ブラムストーカーブラムストーカーは、イギリス時代のアイルランド人の小説家、怪奇小説の古典、ドラキュラで有名。ドラキュラは、吸血着物の,の定番となった。1847年11月8日、グレートブリテン及びアイルランド連合王国のアイルランドダブリンで、アイルランド政庁の公務員である父母の3人目として、生まれた。6人の兄弟がいる。 病弱で7歳まで歩けなかった。16歳、ダブリン大学のトリニティカレッジに入学。オスカー・ワイルドと知り合いで、クリスマスにワイルドの両親に招かれたこともある。劇気に興味を持ち劇表を書いたりして、ヘンリー・アーピングに知り合う。大学卒業後成長に就職も、分泌活動は継続。カレッジの先輩、シェリダン・レファニュの女吸血鬼小説、カーミラを読む。 30歳、アービング劇団の秘書になった。アービングのライシーアム劇場のビーフステーキクラブの運営も手伝う。43歳、アービングの家で、ハンガリーのブダペスト大学の東洋言語学教授、アルミニウス・バーンベリに出会う。ある図書館で、ワラキア公国とモルダビア公国の物語に、串刺し公、ブラド・ツェペシュの記述を見つけた。1897年に、 ドラキュラを出版。直ちにアービングが演劇化したこともあり、この小説はよく売れた。その収入は、アービングの死後、ライシーアーム劇場が消失した際の処分のための費用に使われたという、1912年4月20日死去、64歳没。ー追いの彦にあたるデーカーストーカーは、新ドラキュラを発表、ドラキュラの表紙、 ありがとうございます。